YouTube がアメリカ連邦取引委員会 FTC に対して約180億円の和解金を払うそうなんですよ。なーにー、やっちまったな。アメリカ、Google およびその傘下の YouTube は保護者の同意なしに子どもの個人情報を違法に収集したというアメリカ連邦取引委員会 FTC とニューヨーク司法長官による申し立てを解決するために1億7000万ドルの和解金を支払うことを FTC が9月4日現地時間に発表した。 YouTube の明らかに子ども向けチャンネルの視聴者に視聴者の保護者の同意を求める通知などを表示せずにクッキーを使い個人情報を収集していたことがアメリカの児童オンラインプライバシー保護法 COPPA に違反したというもの。 FTC は YouTube がこうして収集した個人情報を使いチャンネル視聴者へのターゲティング広告で数百万ドルを得たとしている。和解条件は制裁金の支払いに加え YouTube が COPPA を遵守するために YouTube でチャンネルオーナーが子ども向けコンテンツを特定するためのシステムを開発し実装すること、また子ども向けコンテンツが COPPA の対象になることをチャンネルオーナーに通知し関係者に対し COPPA 遵守に関する年間トレーニングを提供する。そしてその報道を受けて9月4日付の YouTube 公式ヘルプコミュニティにこのような記事が掲載されました。本日 YouTube は子ども向けコンテンツにおけるデータ保護を強化するための重要な対策を発表しました。それには今後数ヶ月以内に有効となる YouTube の子ども向けコンテンツに関する変更も含まれます。発表内容の全文は YouTube ブログでご覧いただけます。以下のよくある質問も合わせてご確認ください。こちらのスレッドでは今後数ヶ月にわたりお問い合わせの多かった質問に回答し追加情報とリソースを更新していく予定です。はい、今後、具体的にどんなことが起きるのか、どんなことが変わるのかなんですが、まず何が変わるのかということで、子ども向けコンテンツにはパーソナライズ広告が表示されなくなります。そして、コメントなどの、特定機能が無効になることがあります。クリエイターはコンテンツが子ども向けであるかどうかを YouTube に知らせることが義務付けられます。変更の対象、児童オンラインプライバシー保護法 COPPA に基づく YouTube のコンプライアンスに関してアメリカ連邦取引委員会 FTC が提起した懸念に対処するもの。 COPP はアメリカで定められた法律ですが、YouTube ではデータの取り扱いに関する変更を世界規模で行う。変更の実施日は最大4ヶ月間の猶予期間を設定。追加情報は来月以降に行われるそうです。対象となる子ども向けコンテンツ、クリエイターは YouTube スタジオでの申告が必要になります。子ども向けのコンテンツを特定するために機械学習を今後導入するようです。その子ども向けのコンテンツの例ですが、子どもの登場人物や子ども向けのテーマ、おもちゃやゲームに焦点を当てている動画などです。今回の変更に関する今後の情報提供は YouTube ヘルプ、 YouTube ヘルプコミュニティ、またはクリエイターサポートチームで行うそうです。で、追加情報は来月以降にお知らせがあるようです。今回の変更はメインの YouTube に関するもので、 YouTube Kids アプリに関する変更ではありません。ですんでね、子どもの安全を守るために
まあ、子供には YouTube Kids アプリでの動画視聴をお願いします。またあのクリエイターね、動画を作る側のクリエイターは家族向けコンテンツ制作ガイドを参考にして動画を作ってください。まあ、最近の YouTube 上の動画を見るとなぜかねパーソナライズ広告だけ取り上げて、まあ、今後収益が減っていくどうすればいいんだみたいなことを動画にして話をしている YouTuber、YouTube クリエイターがいますが、それだけの問題ではないと思います。今回の問題は、まあ、YouTube の不手際、YouTube が起こした大きな問題であり、まあ、それをね、まあ、クリエイターが不利益を被ることになっているという背景があるんですよね。まあ、ですんで僕はね、YouTube に対して抗議の声を上げても良いと考えます。まあ、これは個人的な見解です。はい、ということで、まあ、今回 YouTube の不手際、 YouTube の問題で、まあ、僕らクリエイターもねとばっちりを食らうという形になっていると思うんですよね。まあ、これからもね、まあ、YouTube が大好きで、動画を見たり、動画を投稿する方も、いらっしゃる。まあね、これからも引き続いて YouTube を使うという方も、多いと思うんですけれど、だったらね YouTube に対して愛情あるコメントではありませんけれど、愛情ある動画で YouTube 何やってるんだって、もっとしっかりしろよというような、声もね上げていっていいと思いますよ。はい、まあ、お金を YouTube からお金をもらっているからちょっとあまり文句言えないなって方もいらっしゃるかと思いますけど、それは関係ないと思います。 YouTube を愛するからこそがゆえ厳しいことも言わないといけないかなと思ってます。はい、ということで今回はこの件で失礼します。頑張れ YouTube。